ヨット、ヨット、ヨットは、レジャー用剪定を広く意味する言葉で、その中でも、特に次の二つを指す。英語では、単に、ヨット、言語、オランダ語のヤクトといえば、主に1を意味するが、日本においては、ヨットといった場合に、の意味で用いられることが多い。本項目では主に2について解説する。英語では、単に、ヨットといえば主にこの意味である。 当日の小型帆船の一種を示すヨットの英語においての由来が英国王室の非軍用船であったことからの豪華な輸溶船という意味ある。現代では富裕層に一定の需要があるためナウティキャットやフェレッティなどの専門メーカーが快適装備が整ったヨットの製造を行っている。また価格を抑えたプレジャーボートも釣りを楽しむものに人気がある。 基本的に通信機器や快適装備の電源や港での取り回しを優先し小型エンジンとプロペラを備えたモーターヨット規範船出ることが多く純粋な帆船はセーリング競技に使用するなど競技用のみである。明確な定義はないが小型船舶免許日本の小型船舶操縦士相当で操船できるサイズに収めることが多い。サントロペア ビアレッジョなどヨーロッパのリゾート地には、ヨットハーバーが整備されており、船舶の整備、管理を代行する会社も存在するなど、関連事業で市場が形成されている。資産家の中には、小型客船並みの大きさ、メガヨット、ギガヨットともを所有するものもおり、プールやジャグジー、ヘリパッドを有するなど、クルーズ船並みの装備があるヨットも建造されている。 中型船では船体を規格化し内装のみ注文に応じて変更するセミオーダー形式のメーカーなどもあるが全長100メートル超の船舶では顧客の好みに合わせるため HDW やブローム、ウンとホスナの大型船舶を手掛ける造船会社が船体を設計し専門業者が内装を製作するなどクルーズ客船の手法で製造することもある。ラグジュアリーヨットのメーカーは リゾート地があるイタリアやフランに集中している。また大型船舶には資格を有する船員が複数必要であるため、これらの船舶に船員を派遣する会社も存在する。資産家のポール・アレンが所有するラグジュアリーヨト・オクトパスは全長126メートル、9932、相トンのサイズに豪華客船並みの快適装備を備えるほか、 調査用の関西ヘリや海底を調査する装置を備えた海洋調査船としての機能も有しており、戦艦武蔵の探索をはじめ、アレンの手掛ける海洋調査では調査隊の母船として使用されている。日本語でヨットという場合は、こちらの意味で用いられていることがほとんどである。英語では、搬送ヨット、サリングヨット、あるいは単に小船、セイルボートと呼ぶことが多い。 ただし、これらの選定を使ったレースは、ヨットレースと呼ばれる。ヨットでの航海やヨット競技のことをセーリング、サリングとも言う。これはヨットがセール、セール、ホを使って進むからである。現在、ヨットと分類される船舶は、非常に多岐にわたっている。乗員数も、数と乗りから10人以上まで様々であり、設備も、ラダー、舵、セール、ホ、キール、 流骨しかないものからキャビン、発動機を完備したものまである。発動機やキャビンのない小型のヨットを、リンギー、発動機やキャビンのある大型のヨットを、クルーザーと呼び分けることがある。概要を長期間、長距離にわたって航行することが可能ながら、比較的小型で個人で運用可能であるため、冒険心のある人物による単独での対応の横断、 無気候での世界一周などが行われている。ヨットの原型は7世紀頃に発明されたアラブのダウである。これは追い風だけしか利用できなかった、それまでの小舟を大きく変え、向かい風でも斜め前方に進むことができる大発明であった。その後、その技術がヨーロッパにも伝わり、ヨットという名称が歴史に初めて登場するのは14世紀のオランダとされている。 当初は、その高速性や、俊敏さから海賊を追跡したり、偵察などに用いられるために建造された三角棒、持つ風上にも、進行可能な高速帆船で、ジャットスキップ、略して、ジャットと呼ばれていた。17世紀には、金持ちの娯楽として、セーリングが、代々的に流行するようになり、スペールやハトと呼ばれる、専用のプレジャーヨットが作られるようになった。 1660年にイギリスで王政復興に成功したチャールズ2世はオランダより寄贈されたこの乗り物を好み、イギリスの水路事情に合わせ喫水やーボードの廃止などの改良を施し、発音に基づいた英語としてヨットと名前を改めた。これが現在のヨットの語源である。王とその弟ジェームスは同種の船を12隻建造し、 軍用や王室行事などに使用したため、イギリス貴族の間でもプレジャーヨットが流行した。記録に残る最初のヨットレースは、1661年にチャールズ2世とジェームスがグリニッジ、グレーブズエンド間で行った競争である。1720年には記録に残っている最古のヨットクラブ、コークウォータークラブがアイルランドに設立された。これは、 現在のロイヤルコークヨットクラブの祖である。以後、19世紀にかけてヨーロッパ、アメリカの王室や富裕層を中心にヨットをたしなむ人が増え各地にヨットクラブが設立された。18世紀にもアイルランドとイングランドのクラブ同士でレースが行われることがあったが、19世紀になって大がかりな国際ヨットレースが行われるようになった。19世紀後半には、 ディンギーと呼ばれる小型艇のレースも,も始まり、第一次世界大戦後に盛んになった。当初は参加者がそれぞれに設計したボートで競われていたが、1875年にイギリスで設立されたヨット競技協会、イラによって統一的なルールと6段階のクラス分けが制定された。1907年にイラは国際ヨット競技連盟、イ、e、ールとなり、 国際的なレース規則とヨットのサイズなど使用標準が定められた。また、19世紀末から20世紀にかけてヨットによる冒険公開が流行した。ジョシュアスローカムは1895年から1898年の3年にわたってヨットによる単独世界一周を成し遂げた。今日でもこの種の冒険公開に挑戦するヨットマンは多い。 蒸気エンジン付きのヨットはイギリス人トマス・アシュトン・スミスによって19世紀半ばに初めて作られたが蒸気エンジンは騒音がひどく扱いが難しいため普及しなかったその後19世紀末から富裕層の大型ヨットに装備されるようになり20世紀にガソリンエンジンディーゼルエンジンが普及するにつれ動力付きのヨットは一般人にも手が届くようになった 第二次世界大戦以後、ヨットの素材に化学繊維やグラスファイバーなど新素材が取り入れられ、ヨットはより安価になり水上スポーツ人口を大幅に増加させた。日本においては1861年、文久元年に長崎で英国人船大工が貿易商オルトの注文で建設し、当時の地元新聞で報道されたファントム号や同年、 外国人たちが開催したヨットレース長崎レガッタが,が初めてのものと言われている。また、1882年、明治15年には横浜の本木で日本人により初めて建造され、神奈川の葉山で搬送したことから、葉山港には日本ヨット発祥の地と刻まれた石踏みが立っている。ヨットクラブは横浜をはじめ神戸や長崎などに設立された。 ヨットをはじめとして搬送船は風を利用して動くため、まっすぐ風上の方向、風位へは進むことができない。しかし、風位に対して最大およそ45度の角度、クローズホールドまでなら進むことできるため、ジグザグにであれば、風上へと向かうことができる。進行方向と、風上方向との間をなす角度と、理論搬送速度と風速の比を示したものを、搬送ポーラー線図。 ポーラーダイアグラムと、個、性能を示す指標の一つとなる。この原理は、以下の通りである。図のように、セール、この付近を流れる風によって発生する揚力、船の進行方向に対して、斜め前方の向きのうち進行方向に対して、垂直な成分を、キール、流骨、または、センターボード、船底中央から水中に差し込む板によって打ち消す、ことにより、 進行方向と同じ向きの推進力を得る。さらに、セールに発生する揚力に加え、リーウェイする手のキールへの水流の向かい角からも、手を前進る力が発生する。なお、ヨットにはセールを複数持つものもあるが、図では簡略化するために、セールが一枚のものを描いている。セールが複数ある船では、各セールに発生する揚力の合力を、この図でいう、揚力とみなせばよい。 カズトノリから二人乗りのヨットで比較的見る機会が多いものとしては FJ 級、二人乗り、420級、二人乗り、C ホッパー級、SR、一人乗り、スナイプ級、二人乗りなどが挙げられる。日本では海沿いの高校、大学でヨット部がある学校などには大抵はこの三つのクラスの体が備わっている。また、大学の体育会ヨット部では 470級、二人乗りと、スナイプ級、二人乗を所有し、全日本インカレ等が行われる。小中学生のヨットクラブでは、小型の、オプティミスト、OP 級、一人乗りで練習を行うところもある。障害者も操船できるように、ユニバーサルデザインで開発された、ハンザ、ハンザクラス、ハンザギンギーという一人二人乗りのヨットもある。 5人から10人乗り程度のヨットは国内でも比較的見る機会が多い。全長によって大まかに以下のように分かれる。かつて日本にも国産最大手のヤマハをはじめ多数のメーカーが存在したが現在では岡崎造船のみ。設計者としては横山、林、バンデュスタット大橋。現在は外国メーカーのヨットが主流。ふつ、ジャヌ ベネトー、ドク、デヘラー、ハンゼ、ババリアイ、ソラリス、スライ、グランドソレイユフィンランド、スワン、バルティック、デケロスウェーデン、ホルベルグラッシー、ラヤード、アルコナデンマーク、エックスヨットベイ、ヒンクリー、タータン、その他、ジェイボート、ナウティキャットなど。ヨットレースは大きく分けて、湾内や陸が見える程度の沿岸で行う印象は、レースと、 陸が見えない概要で行うオフショアレースに分けられる。インショアレースは V で構成されたコースを規定の順、回数で周回する形式でディンギーなど1、2人乗りの小型艇が主流。オリンピックのセーリング競技もインショアレースである。オフショアレースは、スタート港から出港し、ゴールに指定された港までの所要時間を競うレースで、10人上が、乗る大型艇が主流。他にも、 無機構や単独など過酷な条件で行う冒険レースなどがある。近代のヨットレースには世界的に統一された規則がある。このルールはレーシングルールオブセーリング RRS と呼ばれ国際セーリング連盟 i s a が管理し世界各国の国別セーリング連盟と共に運用している。日本を管轄するのは i s a に加盟する日本セーリング連盟 JISF である。 一般的な印象はレースにおけるルールとしては、二等辺三角形や、台形の頂点にそれぞれ V、マークを浮かべ、それを半時計回りに回るというものがあり、規定数を周回するまでの順位を競う。公式大会などでは、合計10レース以上を行い、その得点により、順位を決する。1位が1点、2位が2点、順位が上位であるほど得点が少なく、 全レースで最も得点の低いものが優勝となる。故にリタイアや失格などは高得点になる。オフショアレースでは航路は大まかな指定のみで、手ごとに風や海の状況を読み細かく修正しながらゴールを目指す。ヨットレースでのルールで最も頻繁に出てくるのは接触に対する予防規定であり、特にヨット同士が接近しやすい。 印象はレースでは重要なルールである。国際的な基本ルールである、スターボード定優先の原則の他にも、その時の状態において優先権がある、権利的強者と接触した場合に罰則を受ける、権利的弱者が規定されている。その他、細かい点については、国際セーリング競技規則や、各クラスルールによって定められている。二体のみで行うレースを、マッチレースと呼び、 アメリカズカップなどが該当する。公平を期すため同一企画の体で行うレースをワンデザインクラスと呼び、ボルボーオシャンレースなどが該当する。単独無機構で世界一周に挑戦する冒険レース。日本で定期的に開催されている長距離のオフショアレース。3月下旬にオーストラリアのメルボルンを出港し、赤道を越えて4月に日本の大阪港に到着する。 縦回りという珍しいコースを取る。1991年、平成3年から4年に一度開催されている。スバルザカップヨットレース。日本最大級のヨットレース。東京湾を舞台に、浦安ディズニーランド沖をスタートし、海ホタルを V に見立て回って帰ってくる、オフショアレース。毎年海の日の3連休に開催され。 前夜祭りや陸上イベントなど参加者以外も楽しめるイベントである。2008年よりタモリが主催する印象はレース。現在は日本国内のマリーナ3から4箇所を巡るツアーレースとなっており、参加艇は最大で200ほどになる。参加資格に愉快な人が含まれ、クラスカテゴリーがぶっちぎりそうな船や大会趣旨を正しく理解しているか不明な船など、 純粋な競技志向ではなく、参加者の交流をメインとした総合イベントである。UBM オープンヨットレース。横浜ベイサイドマリーナ主催で毎年秋に行われるヨットレース。東京湾で定期的に行われる大きなレースの一つ。レース海域はベイサイドマリーナ沖から八景島沖の間の海域。文学。映画。漫画。 パソコンゲーム楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。